ペコです。ピンクラテ D.V. 始まるよ。イエーイ。今日の企画はスタディープランナーを使ってみたです。イエーイ。スタディープランナーっていうのは何かと言いますと、これは普通のよりちょっと可愛くなってるんですけど、勉強のスケジュール帳みたいな感じです。中身がこんな感じのがいっぱい何個もあるんですけど、日にちとか、まあ、今日か社会を何時間やるとか、ワークとかプリントとか書き込んだり、まあ、勉強の間に習い事行ったりとかする人はダンスとか塾って書いてもいいんじゃないですかねって感じです。やらなきゃいけないこととか、まあ、スケジュールです。勉強がメインで、私今中間交差期間なんですよ。あなたはどうですか？私はちっちゃめのが終わりました。ちっちゃめ？なんで学力調査？いや、小テストみたいな。うん、まだ中1で始まったばっかだから、最初の方のまとめみたいな。今日はピンカラ TV 史上初の勉強動画、早速計画を立てていきたいと思います。せーの、どうぞ。これちぎれるんですよ、ビロビロって。でこうやってノートに直接書いて、これをもう本当にスケジュール帳みたいに持ち歩いてもいいし、ちぎって壁とかに貼って忘れないようにしてもいいと思います。ちぎる？ちぎる。じゃあ姫か普通に書くかな。まず日にちここに書きます。結構これ韓国っぽくない？うん、5月19日日曜日、中間コース、なんだろう、学校まであと1日中間テストまであと、今日日曜日だから2日。 HM ってどういう意味？姫か。何時間？何分？何時間？何分？この何時間何分とかハートです。かわいい。姫かじゃないよ、合計姫かがどうなの合計時間だから、ここはまあ最後に書きましょう。メモなんて書くの？ To do リストって何？ To do って何？ To do やること。ああ、やること。なんかタイム似てるよ。本当だ。じゃあ今日なんか国語テスト1週間前じゃない、学校24時間前1日目が国語と社会と理科だから、社会範囲分終わったんだよね。国語色かわいいね。なんか色で描こうかな。色使ったらめっちゃ可愛くなりますよ。国語ジャパニーズって書きます。でもサイエンスって書けるかな。まあ書けるか。社会わかんないんだけど、まあ、英語でソーシャルスタディスタディスペルがサイエンスとジャパニーズは書けるけど、英語は得意で姫かアリアに聞けばよかった。アリア今いないからね。やば、めっちゃ字汚いんだよね。え、待って、なんでか分かんないけど漢字で国語って書いちゃった。え、なんでなんで、やだもう最悪。いいや、寝てる。え、どうしよう。待って、間違えた。でれってれ、消しゴム。ゆなちゃんの。ゆなちゃんの。はいの半これだってるよね。ありがとう。塗り方が違う。横にこうやって塗ればいいのに。え、でもその方が可愛くない？ここの時間の欄なんですけど、この縦の列が1時間おきの5時、6時、7時、8時、9時、9時とかで、この横の欄が10分とか20分とか分です。分です。よし、国語もう一個やることある。あ、漢字練習。なんか、ひねかは国語はピンクとか数学は青とか、なんか色決めてやりたいと思います。なんかさ、こうやったらテンション上がるしさ、うん、なんか計画立ったらさ、絶対やんなきゃいけない感があるよね。追い込まれる。別に追い込まれないじゃないけど
理科なの。エコシ真剣理科。水が足りなくなった。ゆこちゃん字綺麗ね。ゆこちゃん字綺麗ですか。うん、綺麗ですよ。ありがとうございます。さよならって言うなら言うな、いつも私が理科めっちゃやることあるんだけど全然やらない。こんな感じでカラーペン、カラフル使ってちょっと絵を入れつつやっています。もうちょっと大きい声で説明しよう。やっています。社会、社会って何語だろう。オレンジ、あー、国語でオレンジ使っちゃったな。まあ青か紫でよろしい感じ。なんだっけ、忘れちゃった。忘れちゃった。ダンス、おお。テレパシー、ダンスが何時かテレパシー。で、可愛くなってるとな、本当になんかやる気がやばい出てくる。もう疲れてきたの。漢字間違ってたら超恥ずくない。これ全国に知れ渡る、全世界。速報、花田姫から JC に漢字を間違える。夕飯とか書かなくていいか。お風呂とか当たり前のこと。それがめっちゃ細かく、歯磨き、ドライヤー、耳掃除。おお。こういうのってシールとか貼ってやっても可愛くなると思われます。確かにシール貼りたいね。間違えた。間違ってない、間違ってない。ピンクに分かりやすい色って何色だと思う。ピンクに分かりやすい色、黒黒いボールペン。エコはタイムレコードのところが書き終わりました。寝てる、身支度、撮影、ダンス、寝る準備、寝てるって感じです。次はトゥードゥーリストのところを書いていきます。あ、トゥードゥーリスト、よし、トゥードゥーリスト書き終わりました。はい、できたらこの右の正方形とかにペケつけていきます。主に勉強のこと書いて、あとやること、ダンスとかソーシャルスタディを家で使ってる様子を撮ったりとか、おまけみたいな書くことがなかったので書きました。国語赤とか理科緑って決めて、自分的に分かりやすくやりました。タイムレコード、今日何時に起きたっけ。6時5分ぐらいかな。7時でいいや。物差し可愛い紫使います。トゥードゥーリストとタイムレコードの色を統一すると、どこを指してるとかが分かりやすいと思います。最悪じゃないこれ。これ最悪じゃない。なんか奪いちゃったんだけど、まあ大丈夫っしょ、ポジティブなんで。タイムレコード主に黒とか使ってちょっと足していく感じにします。難しいな。ちょっと待って、ちょっとキモくなっちゃった。ちょっとキモくないこれ。星、そう、よくわかったね。まあまあ、これ何かわかりますか。夜空と星です。そういうこと。まあいいでしょ。移動どのぐらいかかるかな。やばい、インクがやばい。
よし、間違えた、やばい、どうしよう、かっこ移動、うん、で本番って書けばいいか。今日何時に終わるか、5時ぐらい。じゃあ次、家かっこ移動します。そろそろいいでしょうか。うん、終わりました。終わりました。エコはカラフルにしました。このタイムレコードとトゥードゥーリストとの色を合わせて空白を開けて、キツキツしすぎない、節約しすぎないスタディープランナーを作ったんですけど、この間にハートとかニコちゃんとか書いてちょっと可愛くしてみました。この辺可愛い。今日も頑張ろう。今日も頑張ろう。曲です。はい。私はシンプルにしました。強化とかは分かりやすいように色つけたんですけど、日にちとか、ありがとう。日にちとか目標とかタイムスケジュールとか色つけなくても見れば分かるようなところはあんまり色つけないようにして。飾りっぽくしました。で、ちょっと地味すぎたのでこのハートとかニコちゃんとかをちょっとだけつけました。はい、はい、これを家で使いたいと思います。ここで皆さんにお知らせです。私たちが今使っていたスタディープランナーとピンクロテの文房具を、この YouTube のアカウントをチャンネル登録と高評価とコメントしてくれたら、なんとプレゼントします。イエイ、プレゼントですよ。でもチャンネル登録と高評価とコメント忘れないで。まあ、詳しいことはね、概要欄に載せておきます。そこで読んで応募方法を確かめて、まあね、プレゼント当たるかもね。勉強頑張ろう。私たちテスト100点取ろう。うん、じゃあ勝負で、皆さんも勝負で、私たちと、私たち100点取るんで、取るんで、スタディープランナーで100点取る。100点、100点、1位、ゼロ、ゼロ、あ、はく、はい。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。エコです。今日帰ってきたので明日の予定をスタディープランナーに書き込んでいきます。今日付と寝る時間は記入したので、自主学習をこのトゥードゥーリストとタイムレコードに書いていきます。国語と数学を明日やろうと思います。国語はピンク、数学は黄色で色付けしていきます。国語はピンクなので、こっちのタイムレコードにもいちいち国語って書くのめんどくさいので、帰ってきてやる時間を国語だったらここに記入していきます。色だけで OK です。数学もこんな感じで記入していきます。エコは1時間やろうと思います。国語漢字練習、漢字が苦手なんですよ。だから頑張ってます。数学は明日やったことの復習をやろうと思います。間違えてしまった。でもこれだけじゃ少ないから、他に美術をやろうかな。宿題のプリントを終わらせます。美術は色がいいかな、緑、でもすぐ終わりそうだから。あとは学校の時間帯記入していきます。エコは結構色ペンでやることを区別しています。いちいち書かないです。こんな感じで、これ1時間1時間1時間なので、合計なんだ、ここ目標です。目標を3時間にしようかな。ここは自分にメッセージ、明日見た時にどう思うかみたいなです。ここの空白なんかしたい、持ち物、これはこうなんかちぎって貼った時とかに今日何が必要とか
一目見て分かるようにしました。はい、エコの明日のスタディープランナーはこんな感じです。ぜひ YouTube も見てください。バイバーイ。どうもエコカメラです。今日も帰ってきたのでこの欄をチェックで埋めていったり残りの部分を埋めていきたいと思います。まず全部終わったのでチェック。ここは持ち物なのでチェックはしません。ここは何時間勉強したかっていうことなんですけど、家庭学習だけにしたいので学校の時間は含めません。エコ的な考え方で、で 1,2,3 時間なので3時間。ここは今日の自分を振り返ってというか今日の自分にメッセージみたいな感じなので簡単なこと書いていきます。ここは私は塗りつぶします。テストとかある人はここになんか定数とか書いてなあと何日みたいな感じで書くといいと思います。メモとかも何書こうか。これは本当だったら昨日書いたりして、例えばテストまであと何週間だから1日何個やるとかなんですけど、今はちょっとそういうのないので書きません。はい、完成しました。それで今日もここを書いていくんですけど、その次の日に振り返ってチェックするみたいなのをぜひ皆さんに参考にしてほしいです。顔が映ってなくてごめんなさい。はい、こんな感じです。学校から帰ってきたのでソーシャルスタディ2日目書いていきたいと思います。今日は数学と理科をやりたいと思います。なんだっけ、色使った方がいいのかな。理科、まず字が、はい、ソーシャルスタディ2日目を書きました。結構すっきりしたのでハートとかニコちゃんマークとかでデコりました。明日のテストの教科が理科と国語なので理科と国語を先に頑張りたいと思います。今日はダンスも7時半からあるので頑張りたいと思います。